瓶、沼川は、埼玉県埼玉市、川越市、及び、富士見市を流れる荒川水系の一級河川。荒川、さらに古くは、入間川の流路であった。明治43年の大水害を機に、荒川の直線化工事が始まり、大正時代以降の1926年5月17日に、旧稼働となり、瓶沼や瓶沼川と呼ばれ現在に至っている。 流路は、埼玉市と川越市もしくは、富士見市との市境を成している。1968年から1986年にかけて、新菓子川放水路が建設され、瓶、沼下流部を瓶沼調節地として調節地機能を持たせるように整備するため、民有地を買収し南畑排水機場や瓶、沼自然公園が建設された。全体の工事は2004年に完了し、 調節地として機能するようになっている。35から40センチメートル級のヘラブナが頻繁に顔を出す川で、埼玉市と富士見市の境界をなす区間は、ヘラブナ釣りのスポットとして人気があり、休日には1000から1500人もの釣り人が訪れるほどで、関東地方で一番人気のノズリは、ヘラブナ釣りのファンならほとんどの人が知っているとも言われている。特に人気。 実績が高いのは、水深のある船と橋から下流域で、中でも一番人気は、砂塚橋周辺で休日、平日を問わず、釣り人が訪れる。旧日本軍の下請け工場であった浅野川里と埼玉工場が、地水橋付近にあり、終戦後大量の4式統制手榴弾が投棄された。70年以上経過した現在も、統制手り弾の頭辺が川底に大量に、 登記されたままとなっている、瓶、沼川と瓶沼川高架橋、上流から、ありがとうございます。